お疲れ様、スラットです。今日はですね、こちらの超高回転フォグミールをやっていきたいと思います。ということで、平均なんとね 2.1 で、ゴリ早ですね。ゴリ早フォグということでやっていくか。で、呪文はもうウッドだけで、まあミラー入れてるんで、相手の大砲とかテスラとかぶっちがフォグだと突破できないんですけど、まあミラーの2体目とか高回転の3周目4周目フォグで、まあ無理やり突破していこうぜと、まあ、いうわけでやっていきましょう。で、コウモリとかももう1周目はザップ打たれてもね、ミラーコウモリ、あとは高回転で回した3周目4周目マジで高回転だと結局それができるんで、どんだけね相手がトルネ持ってようかザップ持ってようか何持ってようか、まあ、トルネとミラーでぐっちゃぐちゃにしていきたい。で、タルババは危険です。あー、マジ30種パターン、なんかトルネが入ってる率高いんですよね、タルババのデッキに。タルトルネっていう、そう、うわ、マジキモい、やばい、これどうしよう、これ行くしかないの、マジで。真面目に防衛なんてできるわけない、こんなん。いやー、めっちゃ守るやん、ちゃんとめちゃくちゃちゃんと守るやんっていう。さあ、まあここは攻めたことによってエリゴリが手に入ったんですけど、相手これでも結構丁寧な立ち回りっすね。全然攻めてこない、エリゴリしてる。いや、でもこれめっちゃきついぞ。いやー、ベビードラやれ。いや、マジベビードラやれ、あれ。まあ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 、あんまヒーラーで回復してほしくないんだよな。いやー、めっちゃいいノックバック。さあ、で、ここはアゴホグでトルネードをちょっと使いにくいが使うでしょ、絶対使うよね。おい、で、アイスピも添えて、あのライドラをキング起動したい。ああ、まあそれうまい。いや、あのライドラキング起動したい。スケ捨てて、早かった。うわー、やべーやべー、ここまでめっちゃよかったのに急にタップ。あとは大砲何個置けるか選手権でもあるな。大砲置いていっぱい、最後に頑張ってもらうしかないんで。適当にホグ飛ばして、あー、耐えれる耐えれる耐えれる。13ライドラやばい、マジ、あー、マジやばい、痛い痛い、そして痛いから一回アイスピーまで使っちゃう。わー、これ守るかな、守るしかねえもん。いや、ここででもちょっと攻めてあげるのがいいかもしれない。もしかしたらキングが折れそう。しっかりここも、よし、オッケー。いや、さっきできてたはずだけど、よし、いっぱい並べてキモすぎるだろこれ。よしよしよし、エリグレバカ溶けるもん。で、ホグ飛ばして、あえてなんか火力が寂しいようにも思える。いつキング折れんだっていう。いや、おー、ホグ13強すぎ。ホグ11で310ちょっとで、ホグ13でも300、わかんない、後半400近くある。いや、今の気持ちいいね。やっぱ高回転でホグ飛ばせるからこそのこの両サイの振りもできて、両サイ振ることでね、なんかいい感じにキングドもさせてもらえて、大砲もいっぱい置けて、縦さえとかしつせばね、プリンセスタワーがね、ドラドラやってくれるんで。いやー、今の熱いな。なんなら多分相性いいのかっていう、神相性なのか。さあ、枯渇、もう枯渇最近トレンドですからね、行くぜ。で、施設使ってくれて、次のこのオーリーダーのホグをどうやって飛べるのかいっていうのみたいね。
さあ、まあ、あのプリンどうしよう、でもうっとちてえけどな、ホグ飛ばしてえけどなみたいな。ああ、いいロケだ。いや強っロケ撃たれてあんなの受けても一発殴るっていう、暴走してる。お、なんでやねん。ちょ待って、今日キング起動、今日キング起動下手っす。うん、下手どころじゃねえやな、マジで。もうセンスがないとまで言える、言い過ぎ。あー、突然撃ったか。まあミラホルしてもな。まあ一旦やってみるか。おこもりが一体。さあ、まあこれ序盤の間のミラーホグで結構ダメージ稼いとかないと、後半普通にもうユニットウッド施設で完全防衛されちゃうと思うんで、ここ結構熱いな今。なんだ、バルキリーとかか。まあ一回守ってからでもいいけど、そんな余裕はない。いやー、この縦線打ったが強いんだよなマジ。さあ、こうなってくるとちょっと怪しい展開ですね。ロケがやばいんですよね、ロケ削りが。まあホグミラーできそうな時までの待機ですね。僕は絶対時が来るので、ケツアイゴルでちょっと流れ変えようかな。さあ、このアイゴル乗せたいけど、いやー、やる強っ。ちょっと待って、相手もでもロッキー打ちたいと思うんだけどな、打ちたくないかな。さあ、すごい地味な試合が続いてる。ホグね、お、そんなラッキーパンチで。いやー、インフェ一生立ってんだけど、あれどうしよう。あのインフェが邪魔だなあれ。お、あつあつあつ、なんだ、あのインフェのおかげで相手も施設が起きにくい。これでかいぞ、左も入るし右も入るぞ。相手はロケ打ってきたっすね、ついに。いや、これだって相手絶対回んねえぞ、絶対。いやー、回んないよね、ロケ。アイスピー、オッケーす、グッドゲーム。いや、これはどうなんだろうね、むずいね。俺はロケ打たれるのが負け筋なんですけど、でも相手もロケ打つのが負け筋なんですよそう、だからロケ打ったことによってね、ホグ高回転ついてこれなくなってましたね。だから残り5秒ぐらいでロケ打たれたら負けてたかなみたいな、そんな感じの試合でしたね。いやー、あとインフェなのも助かったな。高回転大砲とかだと結構苦しかったかもな。さあ、ホグ対決の香り。いや、マジでミラーホグ行きたい。ミラーホグマジで結構最強クラスに強いっすね。4コス5コスで、わあ、ペッカかよ。あ、ペッカでも相性いいなこれ多分。普通は、あ、マジで嫌い。さあ、ペッコ来たね、一発。いや、いいよ。これホグ飛ばしたらさ、この残り物の大砲が頑張ってくれるような残り物で。いや、いいね、やっぱ節約できるね、男の子は。いいよ、モテる。よいしょ、
うん、コスパいい。いやマジであんま攻めてこられるのやだ。さあまあ1コスはいっぱいあるので、そしてもう1回1コスも出せるので、よし。さあミラーを持ってるのがバレたと思ったらウッドミラーしてたな。まあペッカか、まあマジやっちゃうか。ウッドミラーでも得もんね。ケツペコねえかな、来ねえか。うん、まあ無理する必要はないけど、ガンガン攻めたいっていう俺もいる。ガチその足前ホグホグしてさ、ペッカ守れるかな。いやー俺も事故ってる、一旦守るかちゃんとね。え、まだズルズル、はいズルです。それマジでズル、ガチでズル。しかも追ってきてる。え、ルート強制さあんだけでいける。じゃあこれペッカ使わす。いやマジでやばい、ズルされた。まあいいルート強制だったってことだよな。体力ね。これズルだよねマジは。俺あれ甘えたな、ペッカ使わなさすぎて、ペッカ使わなさすぎてあんな簡単にルート強制されんだ、マジかよ。まあそれはちょっと俺が悪いか。いやマジかよ。いや追ってくるやつ、ね、最近よく負けてんだよな。それ痛すぎ。確かにペッカ工場使いルート強制するよな、あれだけで。いやうまいことやられたね。ちょっと怒りが収まらん今俺。いきます、迫撃ディガー。さあまあ迫撃で1周目守られても、なんと私の2周目があります。しかもスキアイスピがあるので相手のディガーもほぼ拾えるってなると、これがどうだ。あーアイスピになってますね、やっぱみんなしっかり。これでも強くね、どうなんだろう。いやめっちゃ強いやん。にょっけバルキリー、やだこれで。まあディガーもなんなら抑える。いや今のでだって1500くらい入ってんの、ね、いやいいよ。いやこれやっぱ初っ端のミラーがね、初見殺しすぎてマジで強い。迫撃来て大砲置いたら着衣まで来そうだよね。まあ一旦ホグくらい飛ばしてもいいんじゃないの。許容、あーうまい
まい女優だ。さあ一生ターゲットを取っとけばみたいなところはあるけど、ちょっと流れが、これでもきつくね。やばいか、えって完封されてるの、危ねー。今の完封やばいね、2体いたのに豚。うん、さあまあ適当に耐えて、やっぱ相性間違いなく良さそう。逮捕破撃、いやー相手の共有もうまいな。いやーこれバカ美味しい。バイブか一発、いやマジ13やべ。なんだこれ、節約術きた。しかもコウモリが相手はどうにもできないので、一発、うん、さあ大砲でしっかり確実に守って、わーい、いいけどさっきの負けが引っ越す。さすがにキスにちゃう、諦めか。いやーこのアイスクがいることによって何もできない。いやーこの人しかもなんかマルチで見たことある気がすんだよね。どうなんだろう、よいしょ。あー偽物か、砂漠か、いやマジ砂漠だよね、絶対上手い人だもん。ほら7号現7号の83のまあまあ上手い人だ。いやーいいけどね、ちょっと一回負けるだけでちょっとそれがメンタルきちゃう。お豆腐メンタルできついわ。さあ悪くはない、マジルート競争の時気をつけなきゃね。一発で持ってかれっかんな。クラロワールある、いい試合してたのに急に一発で持ってかれた時のこの辛さがやばい、まあ、逆もあるけど、一発でおいっていうワンパーンって時もあるけど、よし。さあいやーババっぽかったな確かに今の。でからの、いやマジコウモリ何体出せばいいんだろうこれ。いいちょっと待って、そうちょっと聞いてない、あのザップ付きはやばい。あでもこれ次めっちゃ熱いぞこれ。ホグコウモリ相手からのコウモリホグした、あマジやばいな。インドラ、いやインドラの位置がうまいなマジで。ザップあるよな。いやー高回転マジで 2-1 で勝ちたい。ラバルやザップ攻めなきゃ勝てない。やべえこれホグがねえのやべえなマジ。いやでもスケダラ使ってるから
うおやばすぎやばすぎやばすぎやばしてやばすぎこれはえ勝っちったよこれ本気で言ってるこれやばいっしょこれよく最後右守ったわ俺いやーでかでかすぎんこれやだめざっとコウモリだけいやでもマジ大砲施設がバルに強すぎてやばいね大砲2個でキング起動とかいやよかった守ってよかったあれさすがに捨てちまうとこでしたねアート600ならっつってよし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 いやーこれいってトルネード来たらもう一回行こうあートルネードっすねそっちかーいしかもいやありがたいぞこれあいぐれうわすごいなんだこのアイテムデッキはイカレデッキ来たモータンニークって書いてあるなアイゴレ、墓石、ロケット、トルネ、いや、ホグロケか今となったらなかなか珍しいホグロケか。ドリルロケットか。アイゴレなんだよ。ホグっぽいやん。しかもホグロケだったらこれ突破できないよね。さあ。いや、突破できないけど、俺の方が突破できないな、これ。冷静に。でまあ、ホグトルネードだからここに行くことによってキング起動をさせにくくいやーあのホグもったいないかキング起動されないのが大事かなと思ったけどちょっとヤンキーしちゃったっすねアイスイズいやー待てよこれ怪しいなまあ、間違いなくある程度相手もうまいと思うので、キング起動こいつをしばいてホグホグだねそしたらトルネードおーいおじちゃんいやでからのホグホグが相手からしたら絶対きついのキング起動したいけどみたいなやめていやでか墓石で位置ずれてるわしかも13だから2発いったしかもこれ次やばいよあアイスイズいるからな俺のコウモリがそんな活躍しねえかさあ墓石残ってるところに行っちゃうしかもアイスイズの外を通ってトルネでまた吸いにくいよ吸いにくいいやーいいウッドまあまああとウッドで俺削っていこうかなマジそんぐらいのいやーマジウッド削りの方がいいかなこれどうしよう640近いようで遠いいやー危ねえなんか変なルート強制しようとしてる相手よしお願い削らしてそんな甘くねえかアイゴレに今ビビってたな相手よし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 でこいつもイモってくりゃーって見せかけてホグ飛ばしちゃうでトルネードがミスってくそんなすごくミスるまあミスんなかったもね今ウッド別のあと7回ぐらい多分転がせばねあ終わってたんでウッド圏内ではありましたあれちょっと待ってよ思った以上に勝ってんなしかもまあ2月だしな散るまで行こうぜノースキルイージージージーって書いてるな煽り性能高えななんかさあよろしく
あなたは何使いですかい？エリシャイかい？フォグミラーのサイクルを作りたいね。おー、キョスケ。まあ、最近キョスケなんでマックの。あー、キョスケボム、ウォールブレイカーだね、これ。コウモリがめっちゃいいね、これ。悪くはないぞ。ディガーウォールブレイカーのキョスケのやつだ。多分。コウモリ？うわー、やばいぞ。耐えてく。待てよ、キョスケボム。キョスケボム。いやー、ちょっと特殊なバルーン来てますね。で、まあ、ここにはボムか。ワンチャン取れぬもありそうだな。あー、キョスケが、キョスケになる。さあ、まあ、バルーン絶対釣れるように内側にして、まあ、ここにはボムだ。いやー、結構珍しい方の気がすんな。ここは熱いな。いや、しかもユキを防衛に使ってくれる。いや、しかもこの残りコウモリがいい。いやー、マスケ強。相手もにっこり。でも次の俺のホグがきついんじゃない？いや、甘いタバラン来たらね、緊張したいんだけどね。コウモリがめっちゃいいわ。いやー、エレスピ強。さあ、まあダメージはね、なかなか通んないけど、相手のダメージも抑えてるからね。今のところ金庫取できたらいいんだけどな。あれ？なんで？俺の4コスホグに対応できなかったのか、相手。一回やってみようぜ。試し。さすがに雪で入らんかな。一発殴ればだってんやで。あーは、やべ。こんなことしてると負けそうなんだけど。まあ、さすがに余裕か。あー、ホグが。あ、毎回、毎回この、俺の4クスホグに縛られてんな。さあ、グッドゲーム。おつ！いや、いいね。奇跡の12勝パターン。女神来ちゃった。強そう。名前の圧が。言うてこ。ウッドで削って、こうマジ取れない相手だったらかも。いやー、初手ムートも結構甘えてんな。いきます。取れねで金ギド。やめ。まあ、これはドリルっぽいね。すごいトルネドリルだね。トルネがあるよね、基本は。あるね。一発。いやー、一発あるだけでいいわ、十分。
さあ、まあトルネでキング起動される前に1000与えてるのはでかい。だがしかしよ、2000を削れるのかっていう、守れるのかっていう話よ。いや、これだ、右を仕掛けるのがいいのか。いや、どんどん仕掛けよう。いやー、キング起動されねえな、なかなか。ラッキーだな。しかもドリルも飛んでこん。おい、ドリルの受けがね、大変というか、ね、完璧にやんないといけないから大変なんだけど。いや、いい。アイゴラボグがいいのか。キングゲートしにくいんだね。しかもコウモリ追加。で、今、エレキ使ってるっしょ。これ、アイゴラボグでさ、コウモリ追加したら相手、GG じゃね？全然。え？いや、トルネード、ない？もしかして。本当に聞いたことない。このデッキでトルネードないなんて。マジャチコネか。ああ、でもやだな、この後ろから。あれ？トルネードない？ちょっと待って、なんで？全然。やばい。いや、トルネードないなんてことないんだよ、間違いなく。え、だから待って、ドリルあったい。何も把握できてないんだけど、どうしよう。とりあえず1コスぶっぱしてる。エレキさよなら。え、トルネードやっぱないんだこの人。ああ、順勝してしもかな。え、ちょっと待って、なんか勝ったのにモヤモヤするんだ。これ何のデッキこれ。ちょっと待って、ドリルいたっけ。いなかったよね。あ、これただの神技か。そういうこと、ただの神技なの。ああ、ただの神技なんだ。なるほどね。うん、じゃあ相性いいか。 OK ということで、受賞しました。このホグミラー、いや結構強いんちゃうっていうことで、皆さんもぜひやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。